アキラ、今どこにいるの？タクシーの中。え、もしかして帰ってる？なんか問題あんのか？お前の親との顔合わせはとっくに終わってるし、別に帰っていいだろ。この後私の家で結婚式についても二人で話し合おうって約束してたじゃない。そんなのどうだっていいじゃねえか。どうしちゃったの？顔合わせの最中も全然喋らなくて雰囲気悪かったけど。はっきり言わなくちゃ分かんねえみたいだな。どういうこと？お前とは別れる。え？両親が中卒なんて無理だわ。婚約破棄な。消えろドキュン。はい？中卒夫婦とか完全に元やんじゃん。そんなのが義の両親になるってマジ嫌なんだけど。もしかして私の親が高校に行ってないってさっき話したのが原因？そうだ。お前が東大卒だからてっきり両親も高学歴なのかと思ったが、まさかの中卒とは。この詐欺師。そんなに学歴って気にすること？そりゃあするだろう。うちは代々エリート家系なんだ。汚れたちは入れたくない。何その理由。俺の両親は二人とも慶応卒で、この俺だって大卒だ。だから？てかアキラはエフラン大学じゃん。お前の親よりマシだろ。学歴は社会での立ち位置を決める上では重要なんだぞ。中卒だなんて話になんねえよ。そうかな。俺の親父は知っての通り、俺たちが働く会社で常務にまで上り詰めた男だ。学歴がいいと出世もできる。少し考えればわかることだろ。でもお父さんは学歴を気にするような人じゃないでしょ。お前に親父の何がわかるって言うんだよ。この前の社報に仕事ができるできないに学歴は関係ないってお父さんの言葉が載ってたわよ。あんな紙の無駄遣いをバカ真面目に読んでるとか、お前暇人だな。毎月役員の方や社長からのコメントも掲載されてるから家で時間があるときに読むようにしてるの。そんな話は今はどうでもいい。とにかくお前みたいな嘘つき女とは別れるから。別に騙してたわけじゃないんだけど。つべこべ言うな。もう二度と連絡するなよ。一旦話し合わない？なんか勘違いしてることも多々ある気がするから。お前とはもう会わない。会社でも仕事以外では話しかけてくんなよ。そんな勝手すぎる。親が元ヤンなのが悪いんだろうが。元ヤンじゃないし。それに比べて夏希ちゃんは家柄も学歴も完璧、最高の女だよ。夏希ちゃんって今年入社して営業部に配属されたあの子のこと？そうだ。実は夏希ちゃんと半年前から付き合ってたんだ。は？それ浮気じゃん。だからなんだよ詐欺女。被害者面すんな。夏希ちゃんは顔もいいし学歴も早稲田卒、ご両親も同じらしい。全て俺にふさわしい女の条件が揃ってる。何それ。しかも聞いて驚くなよ、夏希ちゃんは社長の親族なんだぜ。中卒家庭のお前とは雲泥の差だな。家柄や学歴でしか人を判別できないなんて、惚れた私がバカだった。どうせお前は金目当てで俺に近づいてきたんだろう。元ヤンの子供の考えてることは貧乏臭くて嫌になるわ。ひどい。そういうことだから俺は夏希ちゃんと改めて婚約させてもらうわ。それじゃあな。私の名前は京香と言います。25歳の会社員です。大手和菓子メーカーで商品開発部で働いています。今話をしていたのは1歳年上の婚約者のアキラ。彼も同じ会社の営業部で働いており、仕事を通じて仲良くなり、そのまま婚約に至りました。付き合ってた頃はとても優しく思いやりのある人だったのですが、まさか両親の学歴を理由に一方的に振られるなんて想像もしていませんでした。しかも浮気までしていたなんて。これだけでも十分ショックな出来事なのですが、彼の奇行はこれでは終わらず、数日後とんでもないことを言い始めたのです。数日後。お前はクビだ。え？婚約破棄のこと社内で言いふらしてるだろ。いや言いふらすじゃなくて、あくまでも報告だから。一緒だろうが。だって同僚や直属の上司には結婚の話をすでにしてたのよ。別れたならその話も報告しないとダメでしょ。だからってお前に都合がいいような言い方で周りに伝えるのはどう考えてもおかしい。私は事実しか話してないけど。俺が一方的に婚約破棄したなんて印象最悪じゃん。それに俺に許可なく行って回るのも不愉快だ。
自分勝手すぎる。私がお金目当てで彼に近づいたことがバレて振られましたって訂正して回れ。なるべく婚約破棄って言葉も使わずにな。そんな嘘つきたくない。訂正しないならクビだ。親父にもお前の悪行を伝えてしっかり制裁させてもらう。なんでそうなるのかな。それと俺は社長の親族でもある夏希ちゃんと現在進行形で付き合ってることを忘れたか。まさか私をクビにするために夏希ちゃんまで巻き込むつもりなの。夏希ちゃんも俺と結婚したがってるからな、協力くらいはしてくれるさ。こんな男のどこがいいんだか。夏希ちゃんの前では俺は優しくていい男をしっかり演じてるから。婚約者を身勝手に振る男のどこがいい男よ。つか婚約してたことは夏希ちゃんには言ってない。だからお前のことは昔付き合ってた女でストーカー化して困ってるって設定で説明しようと思ってる。騙して付き合ってたの？だから言ってないだけ。彼女入社して間もないからそもそも俺らの関係も知らなかったんだよ。それを騙してるって言うの。しかも私をストーカーにするなんて嘘に嘘重ねてるじゃん。俺はお前とすっきり別れて夏希ちゃんと結婚するんだ。ちょっとくらいの嘘は多めに見ろ。何言ってんのよ、頭おかしいんじゃない。黙れ。うまくいけばこの俺が次期社長になる可能性もあるんだ。お前ごときに俺の幸せを邪魔されてたまるかよ。まだ文句言うならクビにするぞ。こんなくだらないことで私をクビにするなんてできるわけもないのに。お前は嘘つき女だからな。どうせ東大卒ってのも嘘なんじゃねえの。嘘ついてない、正真正銘東大卒よ。だいたい中卒の両親が東大の学費をどうやって払うって言うんだよ。低学歴が高収入なわけないし、絶対に学歴詐称してるだろう。憶測だけで変なこと言わないで。知ってるか、学歴詐称って首の理由にもなるくらい重大な罪なんだぜ。これを理由にすれば確実にお前を首にすることも簡単にできるな。ご愁傷様。ひどい。それはそっちだろ、金目的で俺にすり寄ってきた天罰が下ったんだ。恨むなら自分を恨め。それじゃあな。さらに数日後、休みのところごめんなさい。婚約破棄のことでいろいろと話がしたいんだけど。なんだよ、今夏希ちゃん家でまったりしてたってのに空気読めねえやつだな。でも大事な話だから。てか俺らは別れただろ、もう連絡してくんな。そんな簡単にはいかないよ。いい加減にしろよ、これ以上くだらない話を続けるなら首の手続きを早急に進めてやろうか。私が学歴詐称してるって嘘で首にするとか言ってたあれのこと？そうだ、親父に俺から言えば一発でお前は終わり。残念だったな。ほらこれ学域。はあ、これお父さんに見せれば、私が東大卒ってことは信じてもらえるはずだから、これで首は回避できるわね。中卒元ヤンの親がどうやって学費を。やっぱり気づいてないのか。私の父はうちの会社の現社長なんだけど。嘘言うなよ、あんな冴えないジジイがうちの会社の社長なわけあるか。本当に社報を一度も見たことがないのね。あ、社長の写真も定期的に掲載されてるから、父の顔を見た瞬間社長だって気づくと思ったんだけどな。あんなもん誰が見るんだよ。どうせ俺が見てないの分かっててはったりかましてんだろうが。今夏希ちゃん家にいるのよね。そうだけど。じゃあ夏希ちゃんが社報とか持ってたら確認させてもらいなさい。確認してやろうじゃねえか、お前のあったりは証明してやる。なんでお前の親父が社報にそっくりさんとかが。そんなわけないでしょ。そもそも会社の社長だなんて俺は聞いてねえぞ。両家の交わせの時に自己紹介したよね、父の田中雄三ですって。名前言われたくらいじゃ分かるわけねえって。社長の顔と名前を知らない方が私はどうかと思うけど、ほとんどの社員はこれくらい知ってるわよ。てか父親が社長なんて話お前からも聞いてない。後出しはなんか怪しい。変に気を使わせるのが嫌で、正式に結婚が決まるまでは黙っておくことにしたの。会社でも直属の上司以外には秘密にしてあるし。俺はまだ信じないぞ、中卒が社長になんてなれるわけない。作り話はいい加減やめろ。うちの会社の歴史はちゃんと知ってる？あ、うちはもともと100年続く老舗和菓子店だったのよ。
父はその3代目で、高校進学はせず和菓子職人になるために修行していたの。じゃあ会社を継いだとでも言いたいのか？いいえ、お店はバブル崩壊の時に不況の波に飲まれて閉店しているわ。じゃあなんで社長に？それでも和菓子を作る仕事は続けたいと思った父は一念発起で会社を設立した。それが今のうちの会社よ。そんなの知らねえよ。全部社報に載ってるし、なんなら入社式でもこの話はしてるはずだけど。入社式は寝てた。あんたって人は。じゃあお前の母親が中卒なのはなんでだよ。あ、わかった。元ヤンで夜食でしか働けなくてお店で知り合ったとか、そんな下品な理由だろ。それは挨拶の時に話したよね。中卒って聞いていこう。話なんてまともに聞いてねえよ。うちの両親は幼なじみで、中学生になってから付き合うようになったので、中学卒業とともに母も進学はせずに父のお店で働くようになって、後に結婚したっていうのがうちの両親の馴れ初めよ。なんだその朝ドラみたいなエピソードは。こんな素敵な純愛エピソードを聞き逃すなんてね。ってことは俺は社長令嬢のお前を振っちまったのか。やっと状況理解できたの？ちょっと遅すぎじゃない？俺どうなるんだよ。父があんたをクビにするってさ。嘘だろ。別れてからも顔を合わせるのはきついなって思ってたけど、クビになってくれるなら一安心だわ。でも結婚破棄程度でクビはやりすぎじゃね。老気に訴えてやる。あのさ、社内に婚約者がいるのにその社内で浮気したのはどこの誰ですか？それは会社の風紀を乱す行為を平気でしておいて、何一丁前に訴えようとしてるの？意味不明なんですけど。しかも相手は私の大事ないとこの夏希ちゃんって。いとこなのか？夏希ちゃんが社長の親族なら、実の娘の私といとこであっても全然不思議な話じゃないよね。それはそうだが。ちなみに夏希ちゃんにも今回の浮気の件きちんと話をしたよ。はあ？今日あんたを夏希ちゃんの家に呼んだのも全部私の作戦のうちだから。マジかよ。てか婚約者がいるのに浮気するなんてどういう思考回路してんの？もともとはお前と結婚したら夏希ちゃんとは別れるつもりだった。ちょっと遊びのつもりで手を出しただけなんだよ。じゃあなんで私を捨てて乗り換えようとしたのよ。社長の親族って聞いて、夏希ちゃんと結婚した方が出世もしやすいなーって。なんじゃそりゃ。じゃあそもそも私と結婚しようと思ったのはなんで？お前仕事できるし出世もすぐしそうだったから、俺が頑張って働かなくても稼ぎはお前に任せられるなと思ってプロポーズしたんだよ。私を金づるにするつもりだったってこと？そもそも働きたくないのに親父に言われて無理やりこの会社に入れられただけだし。働きたくないって。でも楽して出世して会社ででかい顔をする人生も悪くないなーって思ったから、夏希ちゃんを選ぼうとしたのにこんな形で失敗するとは。私の両親の学歴を散々ディスったのは、婚約破棄の理由が全然見つからなくて困っていた時にお前の親が中卒だって判明したから、これを理由に婚約破棄ができるって思って。めちゃくちゃだ。そもそもこうなったの全部親父が悪い。は？俺が親父の力で出世させてくれってお願いしたら、あんな営業成績のお前に役職なんてあげれるかって言いやがってさ。そういえばあんた入社してから契約取ったのってたった一件だったもんね。出世なんてできるわけないじゃない。楽でいい生活がしたかったんだ。それで稼いでくれそうな私か、出世させてくれそうな夏希ちゃんか、天秤にかけた結果夏希ちゃんを選んだけど大失敗って感じ。うるせえ。私も夏希ちゃんもあんたとは別れるし、会社をクビになることも全て確定してるわ。だからもう負け犬の遠吠えはやめなさい。ちくしょう。あ、それから慰謝料も請求させてもらうから。金まで取るのかよ。浮気が原因で婚約破棄になったのなら慰謝料請求は十分可能だって弁護士さんも言ってたわ。くそ、こうなったら逃げてやる。残念だけどそれは無理よ。まだ夏希ちゃん家にいるんでしょ？女一人くらい余裕で突破できる。表にお父さんがいるよ。だから外に出たところで逃げることはできないから。親父が逃げられたら困るもの。ちゃんと対策はしてあるわ。俺が悪かった、土下座するから許してくれ。無理。後日内容証明も送るからちゃんと慰謝料払ってね。それじゃさようなら。後日だ。
その後アキラは会社をクビとなり、さらに私とも正式に婚約を破棄しました。夏希ちゃんとも当然別れ、同時に慰謝料200万を彼に請求してやりました。両親からも今回の件で激怒され、感動制限を食らい、助けてもらうこともできず、泣く泣く貯金や私物を売ってそのお金で慰謝料を支払うこととなりました。現在彼は父親の力を使わず再就職活動をしているらしいのですが、もともとが無能であったこともあり、なかなか雇ってもらえずにいるのだとか。聞いた話だとアルバイトすらもミスを連発しクビになり、今は転々としているらしいので、生活は安定していないようです。アホな男と婚約してしまったのは人生の汚点ですが、結婚前に彼の本性に気づけたのはラッキーだったと思います。これからはこんなアホ男のことなど忘れて人生を謳歌できるよう頑張ります。